ここに植わっていた甘み島バナナは倒れましたので、小株を掘り上げて一本はここにですね、からもう一本はもうちょっと先の上の方に植えました。でちょっとここ童貞で、まあ起こしにくい場所だったので持ち上げてみたら、とても一人で童貞の上の方に持ち上げて引っ張ってこれる重さではなかったので、逆に根茎の方を持って下の方に下ろしてやって、まあ押してもダメなら引いてみなの発想ですね。まあバナナがもうすぐ花が咲くとか、花が咲いているものを一人で起こして坂を上げるのは、これはちょっとよほど力のある人でないと無理なので、でこの辺にですね、まあ上の方にあったんです。でずっとここ土手になってるんですね。それでここに穴を掘って植えてですね、まだ十分じゃないんですが、まあ倒れない程度に、まあ上はちょっとバナナの葉っぱが他の木に突っかえてて申し訳ないんですが、やむを得ないですね。で土何倍もここに、そっちの方からですね、食わずにもたくさん植わっている方から掘って周りにも放り込んだんですが、十分じゃないので、ちょうどいい具合にこのヘゴの根茎を見つけたので、これをちょっと今支えに来てて、明日以降ですね、さらにこの周りに土を持ってですね、土を持ってなんとか、まあここまで来たわけですから、もうすぐ花咲きますんでね、花が咲いて実も取りたいなと思っていますね。小株も赤ちゃん株みたいなものが2つほどついてるので、また出てくると思いますがね、そしたらそれを他の場所にまた植えて、この奄美島バナナの命の継続の世話をしたいと思っていますね。